日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの？行楽の秋、リエの日本大捜査、オータムバケーション in ジャパン。今週はジャパナビ、誰でも気軽に行ける鉄道の旅、途中下車北東北から北海道へ第5章、岩手県岩泉安比高原。先週は三陸鉄道お座敷列車に乗車し、三陸の海を眺めながら鉄道の旅を満喫。今週は岩泉町に移動し、龍泉洞地底探検スタートです。東大温度15.6度、寒い、でもこれからもっとどんどん寒くなるよ。なぜならばここは洞窟の中だから。何の洞窟？龍泉洞。龍泉洞って何？所長、龍泉洞って何ですか？石灰岩にできた洞窟です。石灰岩にできた洞窟、長さはどのくらいあるんですか？皆さんが見えるのは350メートルですが、調査しているのは3500メートルぐらいは調査しております。3500メートル、すごい。あ、ここから、ここから現在地、ここ、あ、ここどこまでが350メートルですか？ここまでが、ここまでが見れる場所ですね。はい、はい、あとこの奥はまだ公開しておりません。おめでとう、クエスチョンマーク。本当だ、なんで、うん、これは調査中ですね。調査中、あ、今水の音聞こえる、すごい水流れてますね。そうですね、音がしますね。これはどこに向かっていくんですか、この水？はい、これはあの川に向かって流れていきます。外の川？はい、外の川に繋がってますね。こうやって自然の水ってこうやってこう流れて外に出ていくんだ。そうですね。すごい、初めてした。うん、うわ、皆さん見て、これ完全に割れてるぜ。いつもある、かっこいい。はい、この後にもっとすごいところがいっぱいありますよ。ここ通って奥行くんですか？そうですね、ここを通って奥に行きますのでね。じゃあ地球探検の旅スタート。うわ、ここ広い。うわ、姉さん、ここ月みたいでしょ。月みたいね。月に着きました。あ、いや、やっぱり僕先生がいいでしょ。書いてある、月宮殿。月宮殿、そうですね、はい、月みたいだということでつけております。ここってどうしてこうなってるんですか？これはですね、石灰岩の中を雨水が通って、その溶かして、岩を溶かして、こういう風な広い洞窟ができております。後ろ見て、これ姉さん、これは作ったでしょ。これこれ何ですか？なんでこうなってる？これは石柱と言いますけどもね、あの上から雨の雫がポタポタと落ちてきて、それが固まって自然にできた石です。雨って固まるんですか？あの石灰岩が固まってできた。あ、そうなんだ。なんかキノコみたい。そうですね、あの石柱、いろんな形、そうですね、ありますね、はい、かわいい、はい、これはですね、大体、1センチ伸びるより100年かかると。100年ですので、もう何百年もかかってますね。一番有名なのは、ああいう上からこう下がってるやつですよね。長いやつです。つらら石と言いますけども、これも自然にあの雨水に溶けた石灰岩が少しずつこう伸びてきております。1センチ伸びるに50年かかると言われてます。うわ、見てこれ、怖いな、あ、まうわ、似てる。え、これも自然のもの？これも自然にできた亀の岩ですね。はい、降りてる、すっげえ、かわいい。わ、僕もすごい。うわ、あの天井、本当だ。で、大湖山を、はい、今度から何？この地下に行くんですか？はい、地底湖の入り口です。ここから地底湖の入り口、ここから。はい、ここから降りていきます。地底探検だ。ゴーゴーゴー。頭注意。あ、はい。ここが一番奥ですか？そうですね、あの第一地底湖、第二地底湖、第三地底湖があります。第一地底湖、見て、水深35メートル。はい、深いですね。はい、どうぞご覧になってください。35メートル、うわ、宇宙やん。見て、すごい響いてる。すっごい潜れたくなる。生き物がいますか？生き物はほとんどいないんですね。なんでだろう、なんで？もう水温が9度ですごく冷たいですので、はい、そっか、はい、太陽は当たらない、そうですね、はい、寒いですよね。今何度ぐらいだろう、さっきよりだんだん寒くなってる、今11度ぐらいですね。11度、冬みたいですね、本当で言うと。そうだね、真冬。あ、俺なんか飛んでる。え、ちょっと俺なんか飛んでる。あ、コウモリ、何何何、コウモリですね。コウモリ、あ、
はい、ここが第二地底湖ですね。ここが38メートル深さがありますね。38メートル、さっきより少し深いですね、はい、わ、怖い僕見たらもう100メートルくらい見えますね。これは地球の真ん中まで行く感じですねそうですね、はい、この3つ飲めましたね。これをあの岩泉の人は水道水で飲んでます、私も毎日この水を飲んでます。幸せっていうことは、この水でお風呂入ったりしてるってことね、そうです。幸せすぎる、はい、そうですね、はい。じゃあ続いては第三地底湖ですね。第三地底湖、はい、地底湖っていう名前もかっこいい地底湖っていう名前ほどやな。あ、おいらおい、おい、童話湾。あ、ここも一直線、奥まで。これ物を落としちゃう人とかいませんか？時々います、ここに。ここにですね、はい、特にカメラとかテレビのカメラとか落としそうですね。落としてくれますか？テレビのカメラ。それはないと思います。それはない。取りにはいけないですよね。この間はの車のキー、車の鍵をね落としてしまいまして、車はどうなるんですか？そうですね、諦めてもらいました。でスペアのキーをあの作る次の日持ってきてくれて、スペアのキー屋を作ったら儲かるかもしれないいや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 、これ階段なんですか？はい、階段を上がっていきまして、途中であの第一地底湖が見える場所がありますので、上から見える、上から見える場所があります。行きましょう、行きましょう、はい、どうぞ。すごい冒険アドベンチャーだ。急だね、これ地底探検。はい、どうぞ。第一地底湖展望台です。でこれさっきあそこ見てたところですよね。そうですね、先ほど通って見たところですね、はい、こんな風にもっと上から見えるんだ。映画みたいですね、これ。でこの洞窟の中の湖で一番深いところってどのぐらいあるんですか？今まで調査したところでは98メートルまでは。98メートル、それ誰か測るんですか？潜水士さんが潜って調査した結果です。潜って測るんです？98メートル潜ったんですか？そうですね。もうだいたい中のことはもうだいたい調査が済んでるんですか？いえいえ、まだまだこれからです。まだまだこれから、これから調査していくともっと深いところがまだ見つかるかもしれません。全然わかりません。ということは所長でも知らないことがまだいっぱいあるってこと？そうですね、本当に私は少ししか知りません。まだまだいっぱい知らない部分がいっぱいあります。私たち人間ですから知ってるところはね少ないですよ。地球のロマンですね。そうですね、これから本当にね、どういうものが出てくるか楽しみですね。これから調査していくとね、はい、岩手県かっこいい。地底探検の後は盛岡に戻り、 JR 花輪線で約1時間、岩手県の有名リゾート地安比高原に到着です。まずはホテルにチェックイン。わ、いるな。天井高いな。やっぱりリゾートホテルだから気持ちいいね。ここ何千人も入れるよ。ここ入れない。何千人も入れない。ここ入れないか。ここはね、高原でちょっとでしょ。そうです。いろんなスポーツとかレジャーとかできるよ。いっぱいあるよ、期待できるね。なんか動いてる。なにこれ。あ、そばっちだ。そばっち、岩手のゆるキャラのそばっち。岩手のゆるキャラのそばっち。そばっちって何？そばっちは岩手といえばわんこそば。食べたよね。これはそばっちはわんこそばです。あ、かわいい。来てくれたんだ、どうもありがとう。ありがとう。え、なにこれ、これ、あ、この T シャツくれるって。話できるんだ。うん、あ、T シャツ、あ、欲しかったんだ。やっぱこれ T シャツ大好き。あ、No、 あなたじゃなくて視聴者です。視聴者、視聴者プレゼント、どうもありがとう。おめでとう、視聴者。優しいな。あら、そばちゃん大丈夫？どうしたの？あら、どうした？ちょっと苦しそう。どうしたの？痛い。え？わあ！もうすごいな。そばち、生まれました。そばち、男の子です。これも、何？プレゼント？え？視聴者、視聴者プレゼントです。本当にたくさんあるんだ、嬉しい。ありがとう。それでは次の探検は、ホテルのデラックスルームでーす。デラックス部屋ですね。うわー、広い。気持ちがいいね、やっぱりデラックスは。ダメ。なん
で？でかくした部屋だったらさ、もうちょっと広くて、もうちょっとくる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 走らないと。でかくしてはやれない。ハオビンナゴゴー。うわー、体重が、うわー、イエーイ、うわー、広い広い。これはでかくしたね。この窓、気持ちいいね。この窓じゃない、この窓の外の形図見て。そうですね。すごいよ。山。深いだよこれ。山がぐるっと囲んでる。広すぎて。これ東京ドーム何個分？20個。約20個分だって。広すぎてわからん。うん。冬になったらこれが全部雪になるよ。絶景じゃないですか。絶景、スキー楽しいね。わ、このソファーとこのテーブルも広すぎて。バブでこうでちょうだい出てくるよ。全部。うわ、またいる。わあ、ソバッチ早いね。さっきバイバイしたばっかりなのに。また来てくれた。ソバッチ、この部屋好き？好き。いいよね、気持ちいいよね。もう一部屋ある。こっちも。わあ、すごいね、はい、広いね。はい、ダメだ。もうソバッチ入れないよ。ソバッチ、あ、ソバッチ入れないんだ。頭大きいから。ソバッチ。客室でちょっと休憩した後は、いよいよゴージャスなディナータイムです。パリゴレラ、パリゴレラ、イエーイ、アッピナディナータイムです。あー、嬉しいな。あー、すごいね。なんか多くないですかこれ。すごいね。すごいね。なんで僕自分カメラ回さなきゃいけないの。なんだ、なんでみんなご飯食べてんの。あ、いいね。わ、もうしかも食べてるんだ。おかしいよ。私たちおかしいだね。ちょっと待って、なんかちょっと高級そうですね。うん、高級。なんか違う、プレートが違う。え、あのパッケージだから、うん、あの食事も違うんだ。そうだよ、2食付きだから。ああ、ちょっとグレードがやっぱり高いと高くなる。見ればわかるでしょ。見ればわからないよ。顔を見ればわかるでしょ。顔を見ればわかるの。あなたゴークスオペンからゴークアイペンになっちゃったの。ゴークアイペン、ペンはいらない。怖いよ顔が。え、これ何で牛。これは岩手牛、岩手自慢の岩手牛。じゃあ僕は、はい、岩手ポークですね。はい、これは岩手ポークではない。岩手ポークだけど、アッピー自慢の匠のプライムポークです。あ、アッピーチブレッキのパイパイポーク、匠のプライムポーク。おお、匠のプライムポーク。はい、うまそうですね。ちょっと食べてみよう。はい、まあみんな仕事してませんからね。私たちしか私たちしか仕事してない。みんななんかもう黙々と食べてるよね。いただきます。はい、どうぞ。岩手牛。わ、おいしい。油すごいおいしい。わ、溶けちゃった。もう全部口の中溶けちゃった。うわ、そして僕のしゃぶしゃぶです。お、今匠のプライムポークが、すごいポークの味がする。お、匂いがする。口の中に入った。うん、お、爽やかな中華麺。本当？あ、わかったな。中華麺が残すないから、しゃぶしゃぶ。あまり味付けせずに素材の味を楽しんでくださいという。そう、まだ温泉あるよ。いや、まんじゅう。いいね。幸せ。あれ、皆さんは？すでに温泉行ってる？やもかーちょー。来週は？やばいやばい。わ、まあ、来たよ、来た来た来たよ。うわー、ちょっと。ジャパナビ、誰でも気軽に行ける鉄道の旅。途中下車、北東北から北海道へ。来週もお見逃しなく。